国立科学技術センター国立科学技術センターはオーストラリアの首都キャンベラの中心に立地する国立の科学館。愛称はクエスタコン。国立科学技術センターは日豪友好記念事業の一環として建設された施設である。オーストラリア連邦政府の機関。1988年11月23日に オープンしたオーストラリア建国200周年祭を記念した共同事業として総建設費2000万オーストラリアドルのうち半分を日本の官民が拠出して建設された入り口に有効記念碑があり正式名称は国立科学技術センター合備共同200周年プロジェクトとなっている以来日豪有効の象徴的施設として 日本の二つの科学館と協力協定を結んでいる。ほか、様々な協力イベントが行われている。愛称のクエスタコンは、クエストとコンを合わせた造語である。年間41万人の入場者があり、有料入場者数は、キャンベラ最大通算600万人を超える。このうち11万人は、 学校訪問で訪れる全国の子供たち。公式ホームページは年間200万回のアクセスがある。2008年に開館20周年を迎えた。キャンベラにある本館のほか、シドニーにあるサイエンススコード、キャンベラの本館から5キロメートル離れた位置にある QTLC の2つの文館を有する。6つの展示ホール、2つの商用劇場及び、 ワークショップ室からなる。ロビーの壁に日本からの資金拠出企業、団体のリストあり、劇場は日本劇場と名付けられている。日本から寄贈したカラクリ人形も展示されている。館内全部で200以上、見るだけでなく、実際に手で触るなど、科学の原理、原則を体験する展示が中心。主としてセンターのスタッフにより、 センター内の工房にて設計、制作。移動用展示物も有し、全国及び海外を回って展示。キング・エドワード・テラス、キャンベラ・アクト2600、新旧の国会議事堂のほか、国立博物館、国立図書館、国立美術館、国立公文書館などが重要な連邦機関が集まる地域であり、建設時における、 オーストラリア側の本施設に対する優先順位の高さを象徴している。ありがとうございます。